おはようございます。おはようございます。行こう。松原翔くん、今日はゲストでね来てくれました。今朝5時なんですけど、今日は結構雨が降ってて撮影がちょっと厳しそうなんですけど、まあなんとかやってきます。マジ眠いんだけど、ほんと無理。今海着いたんですけど、翔くんが眠すぎて今寝てます。はい、翔くん本当に眠い。ウェイ、おはようございます。おはようございます。おー、石井の後？お鈴木一歩ぞ。おはよう。おはよう。松原翔今寝てるんだよ。おはようございます。今起こされて多分イラッとしてるわ。あ、全てだ。いや、波できるよね。ちっちゃい。どう？超ちっちゃいじゃん。ちっちゃいけど、なんとかできるよね。俺が？うん、言って。空手 TV。声ちっちゃ。湘南の石井ノアと、皆川城、そして鈴木一歩、加わりました。そして、今ビデオ撮ってくれるのは松原翔です。翔さん、いい感じに撮影しようかなって頑張ります。そう、ね、バッテリーが30分しか持たないので、まあ30分で交代で撮ろうかなと。朝、6時ぐらいのスタートなんですけど、これちょっとサーフィンしていきたいと思います。なんだってヒートだから、ヒートだから。なんだってまだ着替えてない。松原翔くんの、順番が回ってきたんですけど、どうですか？原田さんに勝てないです。いやいや、そんなことないでしょ。そう、ガンガンしすぎてたから。いやいや、そんなことない。YouTube に見るからちょっと真面目に。そうだね。日本代表の力を見せてよ、うん。これがさ、あれだから、グランドファイナルだから。そうだね。ここが、日本のね。そうだね。いってらっしゃい。翔さん、お疲れ様です。なんだっけ、 YouTube チームなんていう名前？クゲ沼ピープスです。クゲ沼ピープス、はい、ここにね、OK、動きが出てると思うんですけど、お疲れ様です。お疲れ様です。波はどうでしたか？波あったんですけど、初めの方があって、うん、だんだん波なくなってきちゃって、今ちょうどちょっと上げてきたの、上げてきて。波ちっちゃかったよね。
水もすごい冷たかったよね。冷たくて。なかなか。冬みたいだったよね。なかなかジャーフル以上、洗剤必要なぐらいですね。ね、そうだよね。うん、まあ1ラウンドを、まあ練習したんで、これからご飯でも行って、ちょっと帰ろうかなと思います。カルタイ TV、チャンネル登録よろしく!よろしく!翔さん、起きて。もう起爆だ。寝てたね。爆睡した今。だいぶ長かったし今。ああ。マックのドライブスルーに来たんですけど。パンケーキもいいね。確かに。ありだね。朝マックいいね。以上でお願いします。はい。うまい。うまいっすね。何頼んだっけ?ソーセージ込み。ソーセージ込み。うまい。あとパンティーね。パンティーね。うまい。待ってないよ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまたね。またよろしくお願いします。ウィス。また、セッションしてください。カルタイ TV。チャンネル登録よろしく。よかったら、高評価と、チャンネル登録を。チャンネル登録とインスタグラムのフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、ミニトリップというかね、プチトリップで、日本代表でもあり、同じね、強化指定選手でもある、戦友でもあり、後輩でもある、松原翔とね、一緒にプチトリップに行ってきたんで、いい練習になったかな、というふうに思いますね。今回ビデオでね、出てきたと思うんですけれども、湘南からね、トップアマチュアの石井ノア、ボーイズの、鈴木一歩、そして、皆川城というね、湘南のね、ヤングたちが来てたのでね、タイミングよくセッションすることが、できました。珍しい絵になったかなと思います。とにかく水が冷たくて、海水がとにかく本当に冷たくて、真冬のウェットが必要なんじゃないかっていうぐらいね、本当にね、水がものすごい冷たくて、体調崩してしまうんじゃないかっていう風な思うんですけど、それぐらい寒くて、極寒のセッションだったなという風に思います。まあ、そんな感じでね、今回は終わりにしようと思います。今撮ってるの、これ、オズモポケットで撮ってるんですけど、どうですかね?音質とか、どうかな?まあ、そんな感じでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。